どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲーム世帯中の人エルザです。今回はバージョン 2.5 の現環境で強く使えるメインアタッカーを紹介したいと思います。衣装の登場によって環境が大きく変化してきたなと感じてますね。追加攻撃編成が結構な追い風を受けてるっていうのがあります。それに伴って高難度のコンテンツも接待があったりと、以前から環境が変わっている部分っていうのが多いんですよね。ですがその中でも相変わらず強く使えるアタッカーっていうのは存在しますので、今回は個人の視点でおすすめを紹介していきたいと思います。また今回の動画に関してはおすすめをするってことになりますので、注意点がいくつかあります。まず1つ目、いろんなサイトを参考にしていますが、最終的には実践での評価をしています。なので評価に関してはかなりズレがある可能性があります。続いて2つ目、評価するにあたってオートでいかに楽できるかを基準にしてます。オートの使い勝手が悪い場合はあまり評価は高くないっていうことがあったりもします。3つ目、個人の使用感をもとに今回は評価しています。参考程度っていうところですね。ここに関しては要注意というところになります。それでは早速解説していきたいと思います。まず1人目はブートヒルになります。ちょっと意外なキャラかなと思いますね。でこちらに関してポイントとしては3つです。まずブートヒルに関してですが、撃破ダメと弱点付与が強力となります。これに関しては現在流行りのアタッカーの特徴ですね。まずブートヒルに関しては3段階の弱点撃破のダメアップがあります。それに加えて弱点付与が可能となっているため、火力を出す機会っていうのが作れるのが強いんですよね。やっぱ弱点付与で状況を変えれるっていうのはとても強い要素かなと思います。超撃破編成であれば全然問題なく使えますからね。簡単にうん十万ってダメージ出せるのは気持ちがいいキャラかなと思います。続いて2つ目、グアニワや末日で大活躍ができるっていうとこです。ブートヒルに関しては弱点付与と火力の高さがあります。また敵数が少ないコンテンツであれば、それを活かせるため活躍がしやすいっていうのがあるんですよね。ただ注意もあって、グラニワなどで使用する場合は耐久面の確保で安定感もアップができるようになっていますので、火力と耐久面のバランスがとても取れていいキャラかなと思います。まあ、そのあたりのバランスを取るのが一番難しいところだったりもするんですが、そこはもう育成次第というところですね。続いて3つ目、編成は固定なのが痛いというところです。ブートヒルを使っててちょっとあまり良くない点というところですね。まず超撃破や作陣地アップなど欲しい要素が多いため、編成が固定になりがちなところがあります。これに関してはホタルと被りますね。もうほとんどホタルと被ると言ってもいいです。ただ今後に関してレーサーの登場などがありますので、ギャラガーの使い道が変わったりして、もしかしたら超撃破の候補とかも新しく出てくればさらに強力になるのかなと思いますね。このあたりはバランスを取るのが難しいですが、オートの挙動の楽さとかを考えると1人目はブートヒルとしていいのかなと思います。続いて2人目です。2人目に関してはカフカですね。現在来てる復刻枠です。それでは3つのポイント見ていきたいと思います。まず1つ目、持続編成に必須のアタッカーというところですね。まあ、カフカに関してはやはり唯一無二の全持続ダメを起動できるという要素があります。これは本当に強いかなと思いますね。なので持続編成において外すことができないキャラとなっています。全持続ダメージ起動ってなかなかいないんですよね。同じ属性だったらあるんですが、このあたりは本当強いかなと思います。虚無キャラと誰でも合わせるってことになりますからね。続いて2つ目、高倍率の感電で火力も十分出せるというところです。カフカに関しては自身の持続ダメージが高く火力を出しやすくなってます。奇跡を育てると分かりますが、意外と倍率高いんですよね。なので安定した火力で裏庭など攻略は未だにできるかなと思います。カフカがいるかどうかで持続編成のクリア率って大きく変わってきますので、このあたりは非常に強いキャラかなと思いますね。持続編成が強いのはやはりカフカがいるからかなと思ってます。続いて3つ目、他のサブアタッカーとしても活躍ができるということです。これは1人目に紹介したブートヒルと違った特徴になってきますね。カフカに関してはサブアタッカーとしても全然活躍ができます。まずカフカに関しては虚無キャラとして優秀というところです。持続の起動もできるしダメージも出せるという両面があるからですね。ですが予備の編成の場合、雷サブとして活躍ができます。デバフの付与が定期的にできますので、付与をしつつさらにダメージも出せるというところでは予備のサブとして相性がいいキャラとなってます。そういったところで使い回しができるという意味では、カフカはメインもサブもできるいいアタッカーかなと思います。続いて3人目はジェイドです。こちらに関しては全体攻撃アタッカーというところですね。特徴は3つです。まず虚構女児なら最強格のキャラクターというところです。これは正直引いてて助かったなって思ってるキャラですね。
まず特徴としてはジェイドは敵数に依存したバフがあります。敵が多いほど効果発揮するんですよね。なので全体攻撃ができるヘルタや姫子と合わせることができれば大体の敵を簡単に処理ができるようになります。虚構女児の相手でも簡単に処理ができますし、敵数が多い際はジェイドは重宝するってところがありますね。でさらにその特徴が活かせるところとしては2つ目、普段の素材集めにも最適っていうところです。素材集めに関しては周回なら全体攻撃でサクッと攻略が可能なんですよね。先ほど言ったヘルタや姫子と合わせるとより簡単になります。ノンストレスでプレイできるっていうのは嬉しい要素かなと思いますね。意外とチリツモで大変なところがありますので、毎日楽にできるっていうのは大事な要素かと思います。ですがいいところだけではなく、もちろんジェイドに関してもちょっと心配なところっていうのはあります。それは3つ目です。敵の数が少ないときは工夫がいるっていう部分ですね。最初に話した敵数に依存したバフがあるっていう話ですが、敵の数が少ないとバフの恩恵が受けづらいっていうのがあります。なので味方で単体処理などの工夫が必要となりますので、ジェイド以外のキャラでバランスを取る必要があるっていうところです。ただ正直そういった弱点はありますが、ジェイドがいるだけで虚構女児がめちゃくちゃ楽になるので、アタッカーとしては十分強いキャラかなと思います。火力が足りないということはないですね。何かしら工夫が必要なキャラかなっていうところになります。続いて4人目はウンリです。最近出てきたカウンター型のアタッカーですね。まあでも使ってて正直強いなと思ってます。それではおすすめ3つですね。まず1つ目、広範囲高倍率のカウンターというところです。ウンリに関してはカウンターがとにかく範囲が広いっていうのと火力が高いっていうのが売りですね。また必殺技に関しては EP のストックが可能となってますので、味方の行動だったりとかカウンターの数に合わせて EP を貯めれるっていうのが嬉しいところです。よく組ませるフォフォとかいますが、 EP 回復のタイミングを気にしなくてよくなるので、そういった点では相性がいいかなと思います。使っててカウンターがめちゃくちゃ気持ちいいキャラですよね。クラーラと比べた時に攻撃範囲の差が出てきますので、そういった点では現環境としてはウンリは非常に相性がいいのかなと思います。続いてポイント2つ目です。その高難度でも活躍ができるってとこです。ウンリに関してですが、カウンターの頻度だったり攻撃範囲、あとは火力っていうところが合わせ持っていますので、敵の攻撃をうまく活用できれば高難度はどれでも相性がいいものとなっています。意外とどれでも使えるっていうのが嬉しい要素なんですよね。しかもこれが高水準で使えるっていうところがありますからね。そういった意味ではウンリはとてもいいのかなと思います。また必殺技のタイミングさえしっかりすれば常に効果力を叩き出すことができるようになりますので、そういった楽しみもあるのかなと思います。ですが3つ目、ちょっとした注意点もあります。もちろんウリに関しては適性が高いっていうのはあるんですが、攻撃を受けないと微妙な性能っていうところになります。基本的に壊滅キャラっていうところになってますので、ヘイトが高い運命ではあるんですが、どうしても敵の攻撃っていうのはランダム要素のところがありますので、必殺技で多少の操作は必要になるかなというところです。または持ち公演性を持っておかないとうまくヘイトを集めれないという現状がありますね。なので応答をやってる時によくあったのが、どれだけウンリがヘイトを集めるかによって結果が大きく変わるってことがありましたので、その点だけは注意が必要かなと思います。ただそれを省けば全然強いアタッカーかなっていうところですね。続いて5人目はホタルです。なんだかんだずっと強いキャラですね。では3つのポイントを見ていきたいと思います。まず1つ目、弱点不要で文句なしの性能っていうところです。正直文句のつけようのない性能かなと思ってますね。ホタルに関してはスキルの弱点不要がどの敵にも対応ができるっていうのが嬉しいところです。しかも弱点なしでも人生削りができるのも強いところになるんですよね。なのでメインだけ狙って両サイドも人生削りができるので、全体的にまんべんなく攻撃しつつ弱点撃破の準備ができるので、その点は非常に強い部分かなと思います。また弱点撃破というところが2つ目ですね。人生さえ削れればどうにかなるっていうキャラクターになってます。ホタルに関しては火力は撃破ダメージが主軸となります。なので弱点撃破さえどうにかしてしまえば効果力を速攻で叩き込めるっていうのがありますので、そういった点は非常に強力かなと思います。ホタルに関してはブートヒルと同じような撃破ダメージのキャラとなってますが、ダメージの倍率としては非常に高いものとなってますので、結構比じゃないんですよね。そういった点では本当人生さえ削ればどうにかできるっていうのがホタルの強みかと思います。本当この部分が強いですよね。ではその強さっていうところなんですが、実はホタルに関しては今後も期待が高まってきてますよね。それが3つ目です。レーサーでさらに強力になるかもというところですね。まあこれは期待値でどれくらい上がるのかわからないですが、まあホタルの編成に関してはすでに完成したように感じる部分があります。
ですが、レーサーの登場でさらにパワーアップする可能性を秘めていますので、今後の期待としてもホタルはアタッカーとしてかなり優秀なのかなと思います。まあ、レーサーが入ることによって本当の意味で完成する可能性は高いですが、まあ、現状でこれだけ火力を出せるような状況なので、とりあえず使っとけばどうにかなるっていう意味ではかなり強力なアタッカーかなと思います。ある程度複数戦でも使えるのが嬉しいキャラとなりますね。続いては6人目飛翔となります。最近出たアタッカーですね。まあ、このキャラが登場してちょっと環境が変わったかなと思いますが、早速上位に入ってくるアタッカーになったかなと思ってます。ではポイント3つ見ていきたいと思います。まず1つ目、流行りの弱点無視で高火力ってとこですね。まあ、必殺技の弱点無視によって人生削りができるっていうのはもちろんなんですが、火力も出せる部分っていうのがありますので、適応力がとても高いキャラかなと思います。単体特化ではあるんですが、もうそれに見合った火力などをもらってますので、とても強いと思いますね。続いて2つ目です。攻撃頻度で敵を圧倒できるってとこです。このあたりは純種らしいといったところの性能ですね。飛翔に関しては単体だけで戦うキャラクターではないので、味方の追加攻撃とうまく連動すれば4回攻撃は可能となりますので、手数で敵を抑え込めるっていうのがあります。この手数で抑え込むっていうのが今までの純子キャラではちょっと今一つ足りない部分ではあったんですが、飛翔ではそのネックな部分がなくなっていますので、とても強い部分かなと思います。うまく敵を処理できれば残りの追加攻撃で他の敵にも攻撃ができるってこともありますからね。火力次第では追加攻撃だけで敵を処理することも可能だったりします。そういったところが制圧力としてはとても強いかなと思います。さらに飛翔に関しては大きな強みっていうのがあります。それが3つ目、編成次第で自由自在の対応力ってとこです。これに関しては飛翔をいろんな編成で試して感じたところになりますね。まず追加攻撃持ちキャラに関してですが、単体特化のキャラもいれば広範囲まで幅広く攻撃手段を持っているキャラが多くいます。単体特化で言えばトパーズになりますが、全体攻撃ならジェードっていったところになりますね。こういったキャラを入れ替えたりすることで編成の対応力がどんどん変えれるんですよね。なので飛翔の編成によっては裏庭だったりが得意だったりするんですが、ジェードを入れることによって旅行所持の適性が上がるということもありますので、味方の追加攻撃持ちによって大きく変わるキャラだなと思います。そういった意味では誰かを入れれば絶対上がるってことが今までなかったので、飛翔の適応力の高さというかバランスの取り方は非常に強いかなと思います。登場したばかりのキャラではあるんですが、0ラウンドクリアなどできる人も多かったと思いますので、やはり火力の面だったりとか性能はズバ抜けて強いキャラなのかなと思います。ただし味方依存が強いアタッカーっていうところではありますので、その点だけは注意が必要かなというところです。それでは最後7人目の紹介です。7人目はヨミとなります。ヨミは戦闘において癖はありますが、扱いさえうまくできれば強いアタッカーっていうのは変わらずですね。まあ、昇級の登場によってより強くなったなと思います。それでは3つのポイント見ていきたいと思います。まず1つ目、弱点無視の全体必殺技が強力ってとこですね。発動条件っていうのはもちろんありますが、弱点無視の全体攻撃は火力だけでなく攻撃回数も圧倒的に多く強いところとなります。弱点不要だったり弱点無視ができるキャラでいうと最大でも3人ぐらいだったりするんですよね。まあ大体1人に対して高火力を叩き出すっていうものになりますが、ヨミに関してだけ全体必殺技となってます。これが非常に強力なところなんですよね。なのでまとめて一掃ができるっていう意味ではヨミはアタッカーとしてかなり強い部類かなと思います。しかも昇級によって必殺技の回転率が上がったので、人によってはより火力を出しやすくなったのではないかと思います。ではポイント2つ目、虚無編成でさらに火力がアップできるっていうところです。ヨミに関しては虚無キャラを味方に2人入れてさらに火力の必殺技を伸ばせるっていうのがあります。これに関しては本来のアタッカーであれば調和キャラを入れて火力を伸ばすっていう方向になるんですが、虚無キャラを入れることで必殺技の回転率も上げつつ火力も上げるってことが両立できるため、とても強い能力となっています。この火力アップが意外と読みの火力を上げる要因でもあったりしますので、とても重要なところですね。これがあるかないかで読みの強さ変わってくるので、とても重要なところかなと思います。また読み編成で調和キャラを使わないとなれば他の編成で使えるようになりますので、編成の節約という面でもとても優秀かなと思います。調和キャラなんだかんだ使い回しが多いですからね。続いて3つ目、味方で弱点対応ができるってとこです。ヨミに関しては必殺技で全体の弱点無視をできるのはもちろんなんですが、味方の虚無キャラに関しては属性幅が広いっていうのがあります。結構対応力が高いんですよね。銀色さえ入れてしまえば属性対応とかも無視できますからね。
なので対応力が高い編成が組めることが多いです。さらに虚無キャラに関してはデバフ不要もありますので、読みと相性が良く組み合わせやすいというのがあります。寝方をうまく使うことによって火力を上げたりとかバランスを取ることができるため、読みは扱いやすいアタッカーかなと思います。なんだかんだ今回紹介した読み、ホタル以上の編成を使えば何かとクリアができたりとかしてますので、やはり弱点虫に関してはかなり強いかなと思いますね。今回の紹介としてはこの7人になります。それでは最後、各キャラの高難度の適性についてまとめていきたいと思います。それぞれ今回を星で表現しています。まずブートヒルに関しては猛脚は4、虚構は1、末日は3となっています。ブートヒルはとりあえず忘却の庭の適性だけが高いなっていう感覚ですね。末日は普通程度となります。続いてカフカに関しては忘却が4、虚構が3、末日が4となります。忘却末日に関しては接待が来れば対応しやすいっていうのがありますね。ただ虚構女児に関しては相手の耐久力が高いっていうことと攻撃頻度に差が出てきますので、ちょっと低めとなっています。続いてジェイドです。忘却は2、虚構は5、末日は2となってます。ジェイドに関しては虚構女児の適性が高すぎるため、忘却末日だとちょっと微妙だなと思いますね。敵の数に依存するバフを持っていますので、虚構女児だけ相性がいいというところになります。ただジェイドがいれば片方4万は容易にクリアができるようになりますので、そういった強みはあるアタッカーです。続いて4人目ウンリですが、忘却4、虚構女児4、末日4となります。バランスが取れたアタッカーかなと思ってますね。弱点が物理特化だとより安定しているなと思いますが、カウンターがそもそも強かったところがありますので、ウンリに関してはより拡散攻撃ができるようになって強いアタッカーだなと思います。どれでも使えるっていうところでは本当使い勝手のいいアタッカーだなと思いますね。続いて5人目ホタルです。忘却5、虚構3、末日5となります。虚構女児以外はそれなりに高いってとこですね。弱点付与ができますので、それなりに入れとけば対応ができるっていうのは嬉しいところです。困ったら入れといたらどうにかなるっていう編成ですからね。ホタルに関してはそこが強みかと思います。ただし、虚構女児に関しては人生削りをしてる時間がもったいないっていうのがありますので、そんなに適性は高くないですね。また、キャラを変えるとバランスが崩れるっていうのがありますので、現在の状況としては虚構女児は低めとなっています。続いて6人目、秘書です。忘却は5、虚構は3、末日は5というところになります。ちょっとホタルと同じような評価になりますね。虚構女児に関してはやはり単体特化っていうところがありますので、攻撃の無駄遣いが多かったなと思います。ですが忘却の庭に関しては0ラウンドがクリアできるほどのスペックがありますので、編成次第では0から3ぐらいでクリアできるっていうところがありました。この辺りは非常に強いかなと思いますね。ボスに対して効果力を叩き込めるっていう意味では強いと思います。また末日に関しては行動順を消費して評価がされますので、追加攻撃で行動順を消費しないという強みがありますので、そういった点が相性がいいかと思います。それでは7人目最後です。読みに関しては忘却5、虚構は3、末日は4となります。忘却に関しては問題なく使えるなと思ってますね。とりあえずオートでやっておけばどうにかなるって感じです。ただ虚構女児に関してはやはり必殺技の回転であったりとか火力の問題が出てきますので、まあ3ぐらいかなと思います。指導だとちょっとは良くなるんですが、運気よりかは正直使い勝手は悪いなと個人的には思ってます。また末日に関してもですが、こちら必殺技の回転率次第なところがありますので、まあ5まではいかないけど4くらいという感覚になっています。まあ、各キャラの適性としてはこんな感じです。その他にこの7人について言うところがあるとすれば、虚構女児なら圧倒的にジェイドの適応力が高いというところですね。この7人の中でですが、これの面白いところとしては秘書とジェイドを合わせると虚構女児が満点取れるっていうのもあるんですよね。このあたりもやっぱキャラのバランスってところあるんですが、ジェイドと秘書を合わせると満点が取れますので、そういった意味では相性がいいです。ただしジェイドをカフカの編成であったりかブートヒル入れたらどうなるのかっていう話なんですが、それで満点が取れるってわけではないので、ジェイドと秘書の相性が単純にいいところとなります。その他にホタルと読みで裏庭と末日は普通に攻略が可能となってます。この2人に関してはとりあえずオートで回しとけばクリアできますので、やはり強いアタッカーだと思いますね。その他のキャラクターとしてブートヒル、カフカ、ウンリもいますが、ちょっと評価は低めとなっていますが、全くクリアができないっていうわけではなく、それなりにクリアは可能なキャラクターとなってますので、まあ、他の強いアタッカーと比べるとこの7人で並んだ時に弱く見えるのかなっていうだけになります。個人的にはクリアをすることが目的であればそんなに気にならないなと思ってますね。
ということで、今回に関しては結構個人の主観で使ってみて、実際にオートだったりとか試してみて、最近では強いアタッカーだなっていうものを出させてもらいました。まあいろんなサイトを参考したりしたんですが、やはりこのあたりのアタッカーが強いかなと思います。またこれに関してはまた次のバージョンのキャラの登場によって変わってくるところもあるかなと思いますね。まあ、ブートヒルとかウニとかに関しては物理の弱点があるかどうかとか敵の状況によって大きく変わりますからね。このあたりはまた考えものかなと思ったりしますが、まあ、現環境ではバージョン 2.5 ではと思っていただけるといいかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。